いやあ、せつなけいすけよ。皆さん、もう第5話がやってきました。色欲、夢見てるわ、夢見てる。すごいよね。前回さ、第4話が出て、1ヶ月でさ、第5話がいきなり出てくるんやぞ。最近作者さん頑張りすぎじゃない？ちょっとブラック会社レベルで頑張りすぎじゃない？ちょっと。で、今回は地下アイドル失踪事件。あれ？失踪事件で2話前に、やったよな、ホストの方で。なんなん？色欲の世界じゃビジュアルがいい人ほど幽霊に狙われやすいっていう、なんかそういうあれがあるんだろうかな。で、なんか公式サイトの説明見よったらね、今回は女子会的な話になるらしいです。ということがようわからんけど、ニューゲーム。キャプション、大きな音が、これはまあ前回までと一緒でしょ。で、これ決定機押したら、はい、定番来ました。もうこれで驚かない人はたくさんいるでしょう。この哀愁漂う BGM でしか始めれるのかな、これ。なんで毎回こういう哀愁漂う BGM で始まるんだろう。俺の名は夢見てる。前回シザーガール通り魔事件を解決した怪奇探偵だ。前回の犯人通り魔シザーガールは男の陰謀を聞い取る恐ろしすぎる霊だった。キラ先輩はシザーガールの夢の中で一人で突っ走りボコ撃されたいい気味だ。そしてなぜかお釜のチェリーさんと共にシザーガールの霊退治に行くことになった。だがチェリーさんは生前知り合いだった彼女に同情し土壇場で戦意を失った。それをドリームリンクで助けた俺は結局一人で 対決したのだった。BGM そこ入れんでもいいやろ。笑わせに来とるやん。俺は多くの人々を霊から助けたい。前回の戦いで人々を霊から救いたい気持ちが俺の中で再び強くなっていった。あの後、チーさんの実の弟である龍河さんはひどく怒っていた。龍河さんはシザーガール退治のために俺たちが店をほったらかしにしたからだと言った。しかし俺は見抜いていた。龍河さんはお釜が実の兄だと知られたのが恥ずかしかったな、だと。彼の動揺はホストのものとは思えないほど格好悪いものだった。顔に出やすいタイプやけんな、龍河さん。だがそんな龍河さんの店で働く俺たちは真面目にホスト業に専念しなければならなかった。今まで以上に厳しい指導が待っているだろう。はい、こんな感じです。はい、こんな感じですよ。そして、日常、ルナとの二人きりの時間。スマホ見よんね。ねえ、お兄ちゃん。今日はお仕事、お休みでしょ？どうしてスマホをいじってるの？いや、大体、この年の男女ってね、大体休日ってスマホをいじってばかりいるんだよ、ルナちゃん。そういう君こそなんで外で遊ばないの？友達いないの？ん？今日は家の掃除をしないとな、ルナ。うん。あ。ルナ、ちょっと待って。入り浸ってるな。典型的なスマホ依存症みたいな感じになってるな。やっぱ現代人だな。現代っ子だな。お兄ちゃん。何見ようんだろう。何をしているの？ちょっとお客さんからメッセージが送られてくるんだ。3分以内には返さないと。仕事やん。もう仕事やん、それ。それって、女の人？ん？ああ。猫の方がすごい圧を感じている。もう今にでも手から離れたい気持ちでいっぱい出るのね。お兄ちゃん、そのスマホの中で、女の人とお話ししているんだね。目の前に私がいるのに何が楽しいのかな？楽しい？それ楽しいの？
楽しいのかな。え、楽しくないよね。楽しいわけないよね。仕事だもんね。猫が引いていきよるやないか。休みの日まで働かせてかわいそうなお兄ちゃん、私が何とかしてあげなきゃね。制作アイムシア、ホストクラブドリームス。さて今日も働くか。お兄ちゃん、どうした？なんだルナ、ちょっとなんか気分私スマホ欲しい。ほ、お兄ちゃん買いに行こう。今？うん。え、なんで今？仕事中だもんね。欲しくなっちゃったの。出た、ルナのマイブームが。言い出すと聞かないんだよな。どうしたのテル。あら出た、このゲームの一番の癒し。あ、ユリさん、ちょっとルナがわがまま言っちゃって。お兄ちゃんスマホが欲しい。スマホ、多分俺が家で使っているのを見て欲しくなったんだと思います。私もお兄ちゃんにメッセージ送りたい。ルナちゃんいくつやねん君。もう小学校低学年じゃ済まされないぐらいの幼稚みたいな涙の流し方してるぞ君。お菓子も買ってもらえなかったのかレベルな。買いに行くなら私がついて行こうか。本当？涙止まるの早いな。ゆりさん、いいんですか？うん。ジムの仕事は閉店後にするから、外出しても大丈夫だよ。それじゃあ、ルナをお願いしてもいいですか？うん、任せて、テル。そのハードがすごい、童貞には気づく心にのしかかってくるんです。ありがとう、ゆりさん。それじゃあ、よろしくお願いします。はーい。なんかこう見たら二人ってお似合いよなーって思ってしまう。羨ましいな、てるくん。年上の女性ゲットしてるね。どうした？いきなりどうした？この顔。あれ？なんかこれ、何かを狙っている感じの雰囲気ですね。なんかやばい感じですね。やったー、これはテルにアピールするチャンス。ルナちゃんに取り入ってテルに気に入られるのよ。そしてゆくゆくはテルのお嫁さんに。ああユリさんとそんな妄想、多々にわたる妄想をするタイプの人ですが。わあ、何気にこういうタイプは悪くないなって思っている俺がいる。テルは私の旦那さんに、ルナちゃんは妹になるの。そして、テレは私のもの。あ、どうした、ユリさん。初めてバルバトスに乗った三日月オーガスみたいな感じになってますよ。お鼻からブーってなってますね。どうしたの。リュウガさん近くにおるやん。リュウガさんのすぐ近くでそんな妄想するな。出た、顔にすぐ出るタイプ。
どうだいみんな、色欲初めて見る人にとってはこれ本当にホラーゲームかなって思ったでしょ。半分逆ゲーだからね。そして来ました、女子会って言ったのはこの女性二人で行動するけんってことやな。てるくん主人公じゃないんだな今回。それじゃルナちゃん、携帯ショップに買いに行こっか。あまりお小遣いないから中古屋さんとかで買えないかな。いや、スマホ中古でも高いと思うよ。え、そうなの？だいたいルナちゃんってどっちかって言ったら小学生ぐらいやけんさ、小学生のお小遣いでって考えたらさ、いや、スマホどころじゃないよな。ゆりさんもあまりお金ないからそういうの壊しそう。ルナちゃん、ルナちゃん。それさ、遠回しバカにしてるよ。えっ。あ、この声は。あら、お出かけかしら。あ、チェリーさん、ちょっと安いスマホを探してて、どこで買えるか知りませんか。なぜチェリーちゃんができた。いや、女子会だよこれ、チェリーちゃん女子会だよ。それなら秋葉原までいたらどうかしら。中古のスマホとか結構あるわよ。ほんと？それじゃあ秋葉原まで行ってみようか。うん、あれよあれよ、もし中古でもなかなか買えんなと思っとったらユリさんにちょっと色仕掛けて握ってもらえばいいよ。夜も遅いから気をつけて行くのよ。チェリーさんはどこへ行くの？私は美容院よ。あ、やめてあげて。それ美容院のスタッフの、美容室のスタッフの人さ、泡吹いて倒れる。美しい姿になってくるわね。そうなの？行ってらっしゃい。それじゃルナちゃん、新宿駅まで行こう。うん。俺田舎もんやけんさ、結構秋葉原って憧れるんよな。一回行ってみたいなって思いながら一回行ったことあるけど。何何？ああ、行き先パソコンクリックしてください、ステーション。あ、ここに行けてか。セカンドストリート行けるね、これ寄り道できるんじゃんこれ。今はジリーさん、ジリーさんもお出かけしてるはずだよ。美容室に行くって言ってたね。どんな髪型にするんだろう、楽しみだね。まあとりあえず、まあ、たわいない会話だけで聞いて行きますか。新宿、新宿だ。東京って憧れるな、田舎者女って。それじゃ秋葉原まで移動するよ。行こう行こう。ルナちゃん、電車のパスは持ってる？なかったら改札で買ってこよっか。大丈夫、ユリさんにお金を出させることはしないから。あ、そう。ユリさんお金ないキャラが定着してるな、ルナちゃんの中で。あとルナちゃん、それ気遣いとは言わんぞ。その言い方気遣いとは言わんぞ。もうちょいさりげなく気遣ってあげて。そ、それじゃあ電車に乗ろう。はーい。ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンゴトン、ガタンガタン、ガタンゴト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 ン。いきなりで鼻をくじかれたわ。ルナちゃんは私がお金のない大人だということに気づいている。鋭いからね。あの幼い笑顔が何を考えているのかわからない。だけど何とかしてルナちゃんの信用を得ないと。程度の結婚が遠のいてしまうわ。婚活か、これユリさんにとっては婚活なのか。頑張るのよ私。やばい、殺人鬼に後戻りしそうな感じのオーラ出てる。待って、もうユリさんそっちの方向面に帰っていかないでね。そうだった、この女過去殺人鬼だったんだ。ま、今がいいから許す。秋葉原来ました。秋葉原、実は俺秋葉原一回行ったことがあるってもさっき言ったけどさ、実はメイドカフェとかそういう秋葉原的なところ寄ってないよな。寄っとけばよかったなと思いながら後悔している俺。着いたよルナちゃん。
町全体からお出し湯がする。え、マジか。俺秋葉原に来ただけでお出し湯なんかせんかったぞ。ルナちゃんのセンサー過敏に反応しすぎじゃない？そんなもんなの秋葉原って。ちょ、そういうこと言っちゃダメよ。それじゃ、かわいいスマホを探しに行こうね。はーい、チャベリグチャベリグ。秋葉原ステーションロード、駅前の道か。駅前通り。現実的に言ってさ、スマホ買いに行くには秋葉原がいいみたいな、そういう概念あるんかな、とあの東京の人。わからんけど、パソコンは結構いろんなのパーツショップがあるっては聞いたことがあるけどな。ルナちゃん、そこに電気屋さんがあるよ。見てみよっか。うん。ルナちゃん、欲しいの見つかった？やっぱり高いスマホしかなかった。そりゃそうじゃ。ルナちゃんの小遣いで中古でも買えるかどうか怪しい。だって両親がおらん家庭の女の子だろ。あんまお小遣いとかもらえなさそうなイメージがあるな。そう、ごめんね。私もあまり出してあげられなくて。ジリーさんにお金のことは期待してないよ。ルナちゃん、ちょっとさ、抑えてあげなよ。抑えてあげないとユリさんまた殺人鬼に後戻りしちゃうよ。もう後戻りしそうになってる顔になってるよ。すごい、一瞬で戻った。ドラえもんの秘密道具がなければここまできっちりすごい戻り方しないと思うな。次はどこに行けばいいのかな。誰か知っていそうな人は。あ、ちょうどいい人がいる。あの、すいません。はい。え、逆なん？ないです。それはないです、篠原さん。この辺りで中古のスマホを売ってるお店ってご存知ありませんか？違ったか。いや、最初からそう疑うことがマジ間違いです。自分の顔見てみら。それなら大通りの向こうに行けばそういうお店がありますよ。そうですか、ありがとうございます。いえ、どういたしまして。あ、これ女の人に声かけられてすごい浮ついてるモテない男の顔だ。ルナちゃん、大通りの向こうまで行ってみよう。うん。よっしゃ、大通り。何て読むこれ、ガッチャガッチャ。え、なんだ、勇気10代。遊戯王デュエルモンスター GX? ガッチャ。あ、ガチャか。ガチャか、これ。なんでガチャだ。いや、スマホと全然関係ないぞ、お前。目移りしたか。ルナちゃん、ガチャあるよ。これくらいならお金出せるし、買ってあげようか。なんだ、脱線してる。脱線した原因、ゆりさんが。スマホの話からガチャの話に。うん、ゆりさんにお金を使わせたくないからいい。そうなの？あら、意外と気を使ってくれるのかしら。こんな小さな額で貸しだと思われたくないし。違ったわ。そろそろ懐から包丁を出してくるんじゃないかとちょっと心配になってくる顔でしたね。よし、次行こう。裏通り。裏、結構いけないお店があるようなイメージがあるけど、そういうもんでもないかな。ねえ、東京の人、東京視聴者いたらそういう概念じゃないよってコメントしてくれ。なんだかチラシを配っている女の子が多いね。メイド喫茶とかいろいろあるみたい。それじゃあメイド喫茶に行こう。スマホは、あ、同じ反応した。ユリさんと同じ反応した。スマホは、あ、そうだ、スマホを探さなきゃ。ゆなちゃん、誘惑に弱いのよね。俺断言していいかな。これさ、ルナちゃん、もしここでスマホ買ったとして、第5話終わる頃にはスマホに飽きとんじゃないかな。俺そんな気がしてきたんやけど。マイブームやもんな。あ、なにこれ。なんでこのタイミングでこういうの始まる。あ、今回ライトないのか。ライトないんか、今回。明るいもんな。はぁ、あ。秋葉ってこんなにあったな、確かに。わぁ、なんかよ、ああ、秋葉の話しようと思、フリートークやろうと思ったら、なんかいきなり怪しい人間おるし。
秋葉のフリートークもうちょいやれで言う。秋葉ってこんな人おるんかな、本当に。実際のところこんな人おるんか。オタクの典型的な見た目やけど、実際のところおるんか。ねえ、ルナちゃん。え？さっきから変な人が寄ってきてるの。え？私たちの写真を撮ってるみたい。すごい、ゆりさん。なんで気配分かったの？すごいな。結構距離あったね、今。え、なんで？危ない人かもしれないから、一斉ノースで走って逃げよう。あ、うん。一斉の。せ、せが遅い。一斉の。せぐらいだったよな、今。はぁ、あ、はぁ、あ。ここまで来れば。うわぁ。え、嘘、追ってきてる？追ってきてるどころか、もうさ、目の前でパシャパシャやってないかい？なんで？に、逃げましょう。どこ行く？あ、もう適当なところ逃げすぎた。適当なところ逃げすぎたな、これ。走られたから向かいながらも捉えてるやん。しつこい。このストーカーしつこいよ。おう、なんここ。ここはどこかしら。え？